So they done dropped again, man. They done dropped more about the game. It's a game mode showcase. So I'm ready to see it. I'm ready to see it. Let me get about the way real quick, because, you know what I mean, we like to get right up into it. I'm going to put myself right there. All right, we good. Let's get it. A test of power. Make sure it's volume is all the way up. This will be when the true battle begins. Here we go. Game modes. We're going to watch it all the way through, and then we're going to go back. Alright, this is a little intro bit that they showed last time. Okay, I like that. You got an intro fight. It's a legend. Yep. And then they're gonna show us the what if stuff. You know what I mean? I got real. Alright, hold on. My last video, I got real hype and I smacked my camera, or I smacked my mic so that the plug came out, and there was a lot of stuff that I cut out of that video. Let's put it like this. That video was cut in half, all right? That video was cut in half because I had a lot to say about that, but I ain't even going to go into it in this one because I feel like I'm just reiterating myself on stuff. One way to save her. Bye, man. Friends. Man, it's so dope. And plus, me and the homie Chief Baron, we check out his channel. I'm gonna put a little something in the comments for that, or in the pin his channel in the comments. But me and the homie, we was chopping it up a lot about the what ifs, yo. And we're gonna probably think about starting a little podcast. You know what I mean? A little something, chopping up about Dragon Ball video games and anime and all that good stuff. Starting off with the Tenkaichi series and stuff like that. So you know what I mean? Might do that. You know what I mean? Peep up. But let's get back into it. Oh, this shit was so fire. Oh, I can't wait for this. This is cool. Like I said, we're gonna watch it all the way through. You are a prison boy. You know what I mean? The true form of autonomous. So what else is this? What else we got? What else we got, man? Okay, 皆さんこんにちは。Up, ドラゴンボールスパーキングゼロのメインプロデューサーの古谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。先ほど皆様に見ていただいたのは6月上旬に公開したトレーラーでした。 Okay. 映像にもありました通り、本作は10月10日に発売決定いたしました。応援してくださっている皆様には改めて感謝申し上げます。発売を楽しみにお待ちいただけたらと思っています。今回はトレーラーではお伝えしきれなかった2つのゲームモード、エピソードバトルとカスタムバトルの詳細を新規ゲーム映像を使用してお伝えいたします。まずはエピソードバトルです。このモードは悟空やベジータなど8人のキャラクターから選んだキャラクター目線で、原作の物語に沿ったシチュエーションのバトルを楽しめる一人用のモードです。物語の流れやシチュエーションが分かる導入パートと、実際にプレイするバトルパートを繰り返しながら進めていくものになっております。キャラクターごとにボリュームは様々ですが、最も長い悟空についてはドラゴンボール Z のラディッツとの戦いから始まり、ドラゴンボールスーパーの力の大会編の戦いまでのバトルステージが用意されています。原作で苦戦していた相手と歯応えのあるバトルが楽しめるようになっていたり、一部の物語パートは一人称視点で楽しめるなど、キャラクターとしての体感を味わえるモードになっています。That's pretty cool. 一部のステージに限られますが、物語のターニングポイントとなっていた場面での選択やバトルの結果次第で原作とは異なる場面に出くわすこともありますので、ぜひドラゴンボールのキャラクターになったつもりでお楽しみください。 okay. 以上がエピソードバトルの説明となります。 okay. All right. そして2つ目のモード、okay. like、カスタムバトルをご紹介いたします。 All right. Now we're getting into something. こちらはオリジナルのシチュエーションのバトルを楽しめるモードです。カスタムバトルモードの中にあるエクストラバトルでは、ゲームオリジナルのさまざまなシチュエーションのバトルをお楽しみいただけます。中には特殊な勝利条件のものや途中でイベント演出が挟まるものなど、通常のバトルとは異なる戦いをお楽しみいただけます。またエディットモードでは
プレイキャラクターやバトル前後のカットシーン、会話などをプレイヤーの皆様が自由に設定してオリジナルのバトルを作ることができます。そして作ったものはアップロードして世界中のプレイヤーの皆様と共有できますので、ぜひ皆様の思い描くシチュエーションのバトルを披露し合って楽しんでいただけたらと思っております。エクストラバトルを含め既存のバトルをカスタマイズして新たなバトルを作ることもできますので、ぜひいろいろなバトルを作って遊んでみてください。以上、エピソードバトル、カスタムバトル、2つのメインモードのご紹介でした。またゲームモードに加え、皆様から多くの声を頂戴しているオフラインバトルに関してもお話ができればと思います。本作はプレイヤーの皆様がどれだけドラゴンボールのキャラクターになりきった体験ができるかということにフォーカスして開発を進めてまいりました。木を高めるだけで風が巻き起こったり、天気が変わったり、バトルの余波で岩や建物が豪快に壊れたりなど、超パワーをより気持ちよく体感できるよう、最新のプラットフォームだからこそ実現できる様々な演出をリアルタイムに描くようにしています。それらの表現とかつてのような画面分割でのローカル対戦とを両立させるのは困難であったものの、皆様により良いゲーム体験を提供できるよう、今作ならではの形を模索し、オンラインでの対戦を前提とした一人用のゲームとして開発を進めてまいりました。ただ少しでもより多くの方、多くのシチュエーションで遊んでいただきたいと思い、結果精神と時の部屋限定で画面分割対戦を実装できることとなりました。もともと一人用前提で作ってきておりましたため、バトル開始前のキャラクター選択画面では二人同時に選択ができず切り替えが必要といった不便な箇所が残ってしまいますが、身近な人とお楽しみいただけると嬉しいです。今回ご紹介させていただくゲーム内容は以上となりますが、本作の魅力がお伝えできていれば幸いです。また現在予約解禁しております。通常版だけではなく、発売より少し先に本編をプレイすることができるアーリーアクセスが入ったデジタルデラックスエディションやアルティメットエディションなど、さまざまな販売形態を用意しておりますので、チェックしていただければ幸いです。予約特典はキャラクター6体の早期解放券に加え、プレイヤブルキャラクター1体が手に入るものになっておりますので、お見逃しなく。他にも本作に登場するキャラクターに焦点を当てたキャラクタートレーラーも公開しておりますので、ぜひご覧ください。引き続き発売に向けて全力を尽くしてまいりますので、今後ともぜひドラゴンボールスパーキングゼロをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ストラバトルでは、締めるモードです。Okay, so we're getting into this. These custom battle modes. All right, so we got bonus battle and custom battle. We got time limit, transformation, fusion, restricted rules, world stage tournament, no crowd. It's been a while since we've had a real fight, Mr. Satan. So that means that it's the player versus. So this is like a created match where it's the situation. It's like the missions.You know what I mean? The 1 through 20 missions that you would have to fight, it's pretty much you can make those of your own, but they actually have dialogue a little bit, is what I'm kind of feeling right here. Extra battle では Let me see. Game ori- Alright. See, now we got the player Vegeta, but, fighting Beerus. You need to grab me some water after this. custom battle, there's bonus battle.Custom battle and bonus battle. Like, bonus battles, are those like already made? So they give you an idea of how to do it type joint? Original の様々なシチュエーションのバトルをお楽しみいただけます。中には特殊な勝利条件のものや途中で Alright, so trigger conditions, HP remaining equal or lower.And then you got the things that it can happen and the things that can happen and what it'll say, slay the character, ally, opponent. And so you could have it be that you get jumped, and if you get it to a certain point, then this person come in. Now you got to fight them both. Like, that's crazy.
But can you do that with more than one person though? Like, can I make a gym and then me and the homie jump in there and fight it? You know what I'm saying? Like, 中でイベント演出が挟まるものなど、通常のバトル。Battle effect settings are one of 50. So you can do that 50 times, brother. That's a lot.するとは異なる戦いもお楽しみいただける。And then you go to effect table, recovers the character's HP in battle. The amount recovered is. Yo, boys gonna be cooking. Wait a minute. And then you can share them. またエディットモードでは、プレイキャラクターやバトル前後のカットシーン。またエディットモードではプレイキャラクターやバトル前後の So you got characters, battle environment, effect settings, scene settings, title screen and thumbnail. Brother! They got you cooking out here for real! Hold up! Hold up! Yo, that's fire!Bro, oh man, that means that you can be like, all right, so make you, oh man, that's crazy, yo, oh. What if they start making created characters? Oh boy.Oh man, oh man, oh. カットシーン、会話などを。And then it's like, alright, and then this is what, I'm assuming this is like the cutscene part, because you got cut, 3D cut, so the 3D cut, face off, number one, Vegito facing full stance, no, like, yo, this is crazy, they got the detail, bro. Yo, they was cooking, that's why they was like, bro, we need them.カットシーン、会話などをプレイヤーの皆様が自由に設定してオリジナルのバトルを作ることができる。スローモーションフレーム、yo, they go having, yo, this is gonna be crazy! Yo, the scenes that people are gonna cook up are, yo, you already got people that do mods, and now they're gonna jump on here and just start flexing a little bit. Hey, yo, it's gonna be wild.This is gonna be great. This is gonna be great. This is gonna be great because it's gonna be no end to the amount of fights and content that you can just go download and fight nukes. So you can't get bored. You'd be like, who made something? Just download some random person's. Man, this is gonna be cool. This, especially the ones that people made that they can't, that nobody could beat, that has a low ratio of people that have beaten it. Oh, you're definitely gonna try that one.Oh man, this is gonna be crazy! そして、世界中のプレイヤー、This is gonna be crazy! の皆様と共有できますので、ぜひ皆様の思い描くシチュエーションのバトルを披露し合って、楽しんでいただけたらと思っております。Oh my goodness, and they got the title screen like the Dragon Ball! 既存のバトルをカスタマイズして、新たなバトルを作ることもできますので、ぜひいろいろなバトルを作って遊んでみてください。Yo, they were...以上、エピソードバトル、カスタムバトル、2つのメインモードのご紹介でした。また、ゲームモードに加え、皆様から多くの声を頂戴しているオフラインバトルに関してもお話ができればと思います。本作はプレイヤーの皆様がどれだけドラゴンボールのキャラクターになりきった体験ができるかということにフォーカスして開発を進めてまいりました。火を高めるだけで風が巻き起こったり、天気が変わったり、バトルの余波で岩や建物が豪快に壊れたりなど、超感をより気持ちよく体感できるよう、最新のプラットフォームだからこそ実現できる様々な演出をリアルタイムに描くようにしています。それらの表現とかつてのような面分割でのローカル対戦と両立させるのは困難であったものの、皆様により良いゲーム体験を提供できるよう
本作ならではの形を模索し、So you develop this game with online multiplayer and offline single player mode in mind. Alright, so we're gonna have our online multiplayer. オンラインでの対戦を前提とした一人用のゲームとして開発を進めてまいりました。ただ、少しでもより多くの方、多くのシチュエーションで遊んでいただきたいと思い、結果、精神と時の部屋限定で画面分。I like this. I like this. This goes back to the old school, baby. This is go back to the old school, bro. The split screen, this is real cool. I like that. So they can still, like, the youngins out here, the youngins that ain't never played a Tenkaichi game in their life, they can actually sit there with their brother or their sister or their cousin or whoever it is, just like we did when we played, you know what I mean? Get that split screen action, get pumped up right next to them and look at them in their face like, pass that controller, bro. You know what I mean? Ah, I love it. I love that they put that in there. I love that they put that in there. Oh, man. Yeah, ah, I love that. That makes you feel good. 精神と時の部屋限定で makes you feel like it's still Tenkaichi. They ain't take...もともと一人用前提で作ってきておりましたため、バトル開始前のキャラクター選択画面では二人同時に選択ができず切り替えが必要といった不便な箇所が残ってしまいますが、身近な人とお楽しみいただけると嬉しいです。今回ご紹介させていただくゲーム内容は以上となりますが、本作の魅力が伝えできていれば幸いです。また現在予約解禁しております。 Oh man, dog, this is gonna be fire. This is gonna be fireLike, this is gonna be good. This is gonna be really good. I can't wait. I already got one of them pre-ordered. I gotta order the game like 3 times. But I already got one of them locked in. So we gonna be in there. Woo, we gonna be in there day pre-3. You know what I'm saying? Oh, it's gonna be so good. All right, like, comment, subscribe. Like I said, in the comments, check my boy's page out. He got the same stuff. He got some more good stuff and different stuff. You dig me? But yeah.